暗闇に住む老女。Thank you.
とっとと済ませちまうよ。わしの出番か。見つけたぞ。援助、俺が行く。ブヤー、あの世で会おうぜ。敵は手を逃がさないで。行くか。敵結果見つけたぞ。いいぞ、もっと行け。
撃破。この調子で攻め上がろうよ。よし、次の目標に移るぞ。やりましょうか。外しません。よし、なかなかやるじゃないか。行くわよ。敵発見。見つけたわ。そこね。やったわ。なんていう手前だ。助かったわ。わしの出番か。協力させて。敵撃破。今がチャンスだ。するぞ。見つけたぞ。了解だよ。隊列
いい出会いがありそうだ。当たれよ。よしよし。へえ、やるね。行くか。わしは戦場で生きてきた。バハール、援護する。あの世で会おうぜ。そう、やりやがった。行ってみよう。見つけたよ。当然だね。騒ぐほどのことじゃないさ。作戦終了だ。民間人を集めて外へ出るぞ。よかったな、救出できて。本当によかった。安心するのはまだ早いよ。戦闘で行動がもろくなってるはずだからね。なんだ、何の音だ。言わんこっちゃない、落盤だよ。予言者かよ。みんな無事か。ああ、大丈夫みたいだ。だが入り口へ続く坑道が完全に塞がれたぞ。ここを掘るのは危険すぎるか。どうしてくれるんだ。お前たちのせいだぞ。お前たちの民間人救助が遅かったから我々まで巻き添えになったのだ。落盤の発生なんて誰にも予測できないだろう。ネームレスのくせに抗弁するのか。この失態は軍法会議ものだ。覚悟しておけよ。ここから生きて出るのが先じゃないのかね。なんだと。このババア。黙りな。罪だ責任だより先に生きるか死ぬかだろうよ。あんたたちには民間人を助ける気が全くないだけでなく、ここから出る方法より責任転嫁を考える方が大事らしいね。これだから放たれ小僧と呼ばれるんだ。なんだと。貴様は助かる方法を考えているとでも言うのか。バッカだね。あんたが考え始める頃には答えが出てるんだよ。ほら小僧ども、助かりたければ私についてきな。グロリア、本当に出る方法があるのか。この行動には裏道があるんだよ。裏道？地図にそんなものはなかったはずだが。ああ、地図には載っていない道だからね。非正規のルートがあるのか。そんなものをなぜ知っている。どうだっていいだろう。助かりたくないのかい。ここで餓死するのと助かるのを天秤にかければ答えは聞くまでもないね。無事外に出られたな。正規軍の連中も軍法会議は取り下げたし、まずはめでたしだな。グロリア、あの道は何だったんだ。あそこはラグナイトを密売する組織が掘った裏のルートだよ。
そんな道をどうして知ってんだ。別にいいだろう。道は道さ、善も悪もないよ。しかしこれでもうあの道は使えないね。新しい道をどっかのファミリーに掘らせないとダメだね。ファミリー？まさかヤバい筋のあれか。そうね。